江戸での剣術修行を終え故郷に戻ってきた坂本龍馬。一年ぶりの土佐で龍馬は育ての親ともいえる吉田東洋と再会する。土佐の苛烈な階級社会を改革せんとする東洋は武市半平太を名手とする土佐勤王党と手を結んでいた。坂本龍馬と武市半平太、兄弟分として土佐で育った二人の男はそれぞれの道を歩むことになる。吉田東洋の突然の死によって龍馬は吉田東洋暗殺の濡れ衣を着たまま真犯人である覆面の男を追うべく土佐を去った。龍馬の孤独な戦いの幕が上がる。勤王とは帝をこそ日本の主君と仰ぐことであり、徳川幕府打倒の根拠とされた思想である。このため勤王志士たちは帝を擁する京に各地から集結し、幕府要人を殺害するなど町の治安を脅かしていた。お龍ちゃん、お昼の準備できとんな？はい、大丈夫です。あ、それやったらそろそろ2階の寝ぼすけは起こしてきて。まだどうすか？ご飯時守ってもらわんと全然片付かんしね。悪いけど頼むわ。ちょっとはじめさん、いつまで寝とんの？もう起きなはれ。はよ起きてって。また朝までお酒？そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。お龍ちゃん、もうおっとき。はじめさん、宿賃はきっちり帳簿につけとるさか、逃がしゃしまへんえ。またおかみさんは甘いこと言うて。さあ、早お昼にして、出かける。は？お昼はどないすんの？悪いがいい、サイコロが俺を呼んでんだよ。今日も帰りは遅くなる。夕飯の用意はしないでいい。けど別にそれかて宿代安うなったりしまへんからね。金に細かい女たちばかりだな、この宿は。はじめさん、出かけるんやったら気ぃつけ。あんたみたいな素性の怪しいご浪人がうろうろし、新選組の連中に切られるだろ。そう、まったく京の治安を守るためや言うけど、ちょっと怪しい。幕府が新選組作ってからこっち町中血生臭くて。そうだな、博打やらお酒飲むために出歩いて殺されちゃう。余計なお世話だ。あっそう、せっかく人が死ん、俺が死んだら
宿代を取りっぱぐれるから。好きにいいよし。へえ、なかなかやるじゃねえか。いや、あんたらが弱すぎる。なんだそこだ。もういっぺん言ってみる。どうも俺の見込み違いだったらしい。まだ来たばっかりじゃねえか。慌てて帰ることはねえだろ。俺らも相手してくれ。相手してやってもいいが。あ？天然理心流の使い手を知っているってやつはいねえか。天然理心流？江戸の司令官って道場に伝わる田舎流派だ。なんじゃそりゃ。柔術や棒術、古武道も節操なく取り込んで、型より実践を重視している。それで町のめぼしい道場を聞き回ってるんだが。天然理心流つったか。聞いたこともねえよ、そんな田舎流。それで話はしまいか。ああ。おい待てや、ここに来たこと後悔なあ。せっかく道場まで来たんじゃねえか。たっぷり稽古つけてやるよ。旦那、斎藤の旦那。カラスか。これでもカラスの銀次で取ってる男です。そのぐらい分かる。ところで今日は何か収穫はありましたか。いや、今日もはず。そりゃ難儀なことで。手がかりは天然理心流の使い手ってことだけだ。この何ヶ月かであらかた今日の道場は。ああ、
だがこのやり方はもう手詰まりだ。いや、何分天然離心流は無名の値段な。今日にその使い手が来ているって。天然離心流は江戸の市営官邸道場の流派だ。だがそこの門人たちは、俺が知っているのはそれだけだ。なるほど。ですが今日は今勤労の志士ってのが山、それこそ何百って剣術使いがそれぞれの流派を、その中から無名の流派を探すのは骨が折れますよ。情報屋ってのはこれって厳しい。まあいただいた前金の分だけは仕事させてもらいます。まずどこから見て回るおつもりです？ひとまず腹に何か入れたいんだが、何がうまいかちょっと聞いてみようか。カニしてくれや。
いいものですよ。もう一回回せますよ。出た。これ残念。何個目ですっけ。天道様に使う。もうせえへん。なんてやろうだ。縮小だ。
おっと、行けよ。新選組の連中出会っほなまた。ちょっと何やの。どないかしはったん。明け方までお酒の花に。Back, come on! え？
店で仏さん出たんやって。お前ちょっと待てよ、話があるんだよ。面倒はごめんだぞ。おほう。お気に待ってってよ。いらっしゃいいらっしゃい。お待ちくだはれ、お酒のお代は。つけにしとけや。薩摩もにはそうしてたろ。ちゃんと知ってんだよ。せやけどあなた方のはどちら様へお付けしたらええのかわからしまへん。うるせえ、俺らは勤王の志士だ。天下国家のために命がけで幕府と戦ってんだろうが。何つったってんだ、詫び入れろや。 あんたら、ええんでっか、新選組。なんだと、ババア。おい、てめえも詫び入れて出すもんだぜ。あいにく金も、クズに下げる頭も持ち合わせがねえ。てめえ、クズってのは誰のこった。決まりだこの野郎、天柱受けろや。行くで、おらアホらしい。チェック。最近はいらっしゃい。さあ、どうも。見ていかんと損やで。勉強させてもらいます。さあ、どうでした。見ていかんと損やで。ごてってや。いらっしゃいませ。邪魔やで。寄ってかんと。はい、いらっしゃい。どうも。
おい、あれ見ろ。ありゃ新選組だ。いいか、引き返そう。恩師は坂本。やっぱりそうぜよ、わしじゃ。俺、土佐の恩師、今日に来ちょったわかい。人違いだ。ちょ待ち、何言うがじゃ、ヒット。覚え出すな。ありゃ、新鮮。逃げやがった。おい、捕まえろ。おいしく作るからね。ええ子にしとくんやで。巻いたか。いい加減にせえ。大立ち回りだ。お金貸してやれ。ほんま酔っ払いは面倒やね。うん、何そんなに急いでんの。さっきの兄ちゃん、見るのか。何こうたの？ええもんよ、ええもん。もう余計なことだよ。おとんまたへそ曲げるんちゃう？内緒にしとったらわからんやろ。あんたも余計なこと言うたらあかんよ。黙っとくからなんかこうてや。まあ。木の兄ちゃんえらい強かったな。あるから便利ですわ。巻いたか。やめとくわ。そうですな。うちもよく行きますわ。ほんで、どないしたん。ええこと。奥さん、お久しぶりですね。ええやん、それ。久しぶりとちゃう、ほんまに。あんたほんまやな。お買い物ですか。そうですね。もう大丈夫だ。所詮新選組は田舎者の集まり。入り組んだ今日の町で奴らを巻くのは簡単だ。あんたは。おっとっと、せっかく新選組やり過ごしたってのに勘弁してくれる？俺もあんたと同じ、叩けば埃が出る身だよ。
そうかい。じゃあな。あんたさ、天然理心流の使い手は見つかったのかい？なんだと？誰なんだあんた。気がつかなかったかな？さっき道場にいたんだけどさ、てまあ影に隠れて話。いや、悪いとは思ったんだけど、ついつい盗み聞きしちゃってね。あんたは誰だと聞いて。ああ、そうか。俺は長州藩の新堀松助。これでも一応おかげで幕府や新選組からは目の敵にされちゃってるんだ。なるほど。それまあ初対面だし偽名で勘弁してくれ。けどあんたの剣の腕。何？実はさ、今今日の道場を回って剣。どうしてそんなことを。いや、近々ちょっと人騒動を起こす。誰にも負けないって剣の使い手が必要なんだよ。あんただったらうってつけな。あんたの本名に興味はない。つれないな。それじゃあ、そうだな。ん？これでも俺長州藩切っての情報通って言われてて。そうなのか。あんたのやり方は古い。普通じゃない情報を仕入れるのに。まあ懐も。俺の見たところあのカラスとかいう情報や。じゃあどうすればいいんだ。もしあんたがまだ天然理心流とやらの使い手を置きなら、見返りをよこせとは言わない。こいつは聞く気はあるかい。ああ。その情報屋は貧民街の奥、通称サイの風呂屋。サイの風呂屋。依頼主に情報を渡す場所が必ずどこかの風呂屋なんだよ。なるほど。これから俺の方でそいつに天然理心流の使い。あんたは日が落ちたら屋敷町南の店の門に新堀松助と名乗れば。そのずいぶん親切なんだな、この話。疑り深いね。でも信じないで何もしないより。夜になったら俺は新堀松助を女、それで情報屋に会えるんだ。ああ、ただ夜新選組には気をつけた方がいいよ。分かってるとは思う。幕府が連中に今日の治安維持を任せてから浪人者、少しでも怪しければ切られるし、時々怪。分かっている。待ちなよ。せめて名前くらい教えてってもいい。俺も偽名かもしれないぞ。まあそこはお斎藤はじめだ。斎藤さんね。長州藩の任務、隙があるようで隙がない。はじめさん、
ほなね。どうもお越し。ニーボリ松助って。へいへい、そらどうもご丁寧に。ニーボリ様でいらっしゃいますね。フロア奥でございます。おいでやす。ごゆっくり。ニーボリ松助だ。話は聞いてるよ。このフロア貸し切りってわけか。ああ、他には誰も入ってこねえ。安心だろ。あんたがサイのフロア。そうだ。あんたは斉藤はじめ。自己紹介はいらねえってわけか。まあお互い知りすぎるのはやめにしとこうや。なかなかいい湯だな。
ニーボリから聞いているだろうが、天然。ああ、だがその前になぜそいつを探した。余計な詮索はなしだ。その分金も払う。俺の情報料は浪人者に払えるが、まあ今回は前切り。ニーボリからか。そういうことだ。何者なんだあいつ。長州藩のニーボリ松助。それ以上は知らん方が。そうだ。だが、そっ。好奇心がねえとこんな仕事続かねえんでな。まあ、わかったよ。初めから仕切り。天然理心流の使い。ああ。まず順を追っていくが、天然理心流ってのは唯一司令官って、その司令官の連中が1年くらい前にあんたが知っているのはそこまでだった。ああ。その後、京に入った司令官の連中はある組織を作り上げた。ある組織。その目的は幕府を後ろ盾とした京の治安維持、主に倒幕を画策する。何？そう。ああ、そのある組織ってのは新選組だ。司令官の人間が今京で志士たちを切りまくっている新選組。そもそも新選組局長の近藤勇って男、こいつが天近藤を含めた免許改伝者6人が新選組。副長の土方歳三、総長山並圭介、1番隊隊長沖田総司、2番隊隊長長倉新八、6番隊隊長の井上源三郎、そして8番隊隊長の藤堂平介、みんな京で名を挙げている人。それじゃあ天然理心流の使い手は。ああ、京に来た頃連中はまだいない。すぐに大流派の勤皇志士、そこへさらに千人の人斬りが集まった。戦国時代でさえここまでの人斬り集団はなかったろう。その新選組幹部の中で1年前に土佐へ行った男。え？そんなの調べちゃいねえよ。それに調べろと言われても難しい。そいつは新選組の懐に深く入って初めて。そうか。するとあんたが探しているのは1年。どうしてもそいつを探れってんなら相当はず。いや、目的の男が新選組にいるのは確か。ほう、どうやって調べる。ああ、ちょっとお客さん、今貸し切りでさかい。なんだ。いや、わからん。すまん、親分。そいつがどうしてもお風呂に入れろ言うて。入り口に貸し切りの札がかかっていたはずだが。そしたら、わしが風呂屋に来る前に知らせに来とくんやったな。わざわざ店まで来た客に帰れ言うんか。ちっ、入るんならさっさと入れ。いつまでもそんなもん見せつけてんじゃねえ。サイの風呂屋言うのはお前か。とぼけても無駄やで。ちいと調べてもらいたいことがある。なんじゃおれ、このダフ。早く水で埋めんかい。おい。ああ、どこの大将だか知らねえが、何をそんなにイラついてやがる。何やと。じゃあな。ああ、待てや悪い。誰がイラついとる言うた。もう一遍言うてみ。誰がイラついとるって。手を離せ。遊びじゃ済まなくなる。へえ、望むところや。おい、少し騒がせ。ま
入ったな、これ。実はこっちのセリフだ。おい、冷た。お前らいい加減頭冷やせ。続きがしたきゃよそでやるんだな。おい、なんだ。これからいっぱいおごらせてくれ。おごられてやるよ。大したあぶりだな、あんた。せやけど、男にはめったに怒らんで。せやからわしは、あんたを気に入ったっちゅうこと。あんた、国はどこや。身の上話をするには、まだ酔いが足り。アホか。わしより飲んどる。サイの風呂屋に。そこまで話す義理はねえ。それよりあんたこそ情報屋に仕事頼みたかったんじゃねえのか。ええ、あんたと殴り合うたおかげで頼み損ね。そや、わしが買いたかった情報。いや、そいつはごめん。ま、ええわ。わしの欲しかった情報は新選組局長。何？あいつほんまムカつく男やで。あの何もかんも見透かした。あんたが古屋で言うたわしのイラつきの原因があったのか、
近藤勇。おう、大田で。あんたと風呂屋で大田。あんた知っとるか。近藤は百姓上がりのにわか侍。それが剣を取った途端、なんたらいう流派を。天然理心流だ。おう、それ。そのにわか侍が。めや。今日はおかしな日や。近藤といい、あんたどこだ。なんや、あんた近藤に。相手は幕府お抱えの人斬り集団や。その局長とも。せやけど手がな。なんだ。無理やり新選組の屯所に押し込むか。新選組に入るか。せいや。あんた。わしは近藤に会いに行ったんとちゃう。向こうから。なんだと。あんた何者なんだ。やっと聞いてきたな。せやけど。わしはもうヨタで。酒の次はそろそろ女や。あら、今日の女子はええ。今で育った国の女子とは大違いや。もう先生、宿すえ。おいどんな、薩摩藩軍部役をしちょる西郷吉之助でごわす。薩摩の西郷吉之助。ほな、いずれまた。ご存知ですか、薩摩藩いうところはあの西郷先生の一声で舵を切らはりますえ。ああ、その分敵も多いお人やさかい、わざと大阪なまりでしゃべらはるし、めったなことで名乗らはりまへん。お客はんは先生にたこを買われはりましたな。何万だぶ何万だぶ。お役人はまだ来て。新選組がやったんとちゃうか。それやったら近くに。やっぱりそうぜよ。恩師今日に来ちょ。島田弥平は口の軽い男じゃったき、面倒を起こす前に。しお前が島田をやった。わしは敵じゃありませんよ、龍馬さん。あんたとやり合うつもりはないき。ムクロガイ。場所は寺田屋の人間に聞けばわかります。俺に何の用だ。来ればわかりますか。
あらまあ、お帰りやす。今日は何とでも言ってくれ。それよりお寮、ムクロガイを。ムクロガイ？あそこは無宿の巣窟や。無宿の巣窟？地元の人間どころかお役人もよう近づかん。お尋ねもんやら無宿人の吹き溜まり。なんや、そこら中に身ぐるみ剥がされた死体が転がっとるゆ。今から案内を頼めるか。近く。あんた話聞いとらんかった？あないな。お寮ちゃん、ええよ。どうせあそこは俺が船出さないからへんし。ああ、頼む。もう、無知は知る。ほな、お客さん、準備ができたら声かけてくれまっか。ああ、大丈夫。ほな。せやけど、アンさん、ムクロガイなんかに何の用でっか？お呼びがかかってるんだな。お呼び？ほな、やっぱり遠くから見るだけですまんのでっか？ああ、人に会うことになっている。ま、そんなとこや思ってましたわ。そういや、なんでムクロガイって呼ばれてるか知ってまっか？ほんまは六門町っていう土地なんですけど、かなり昔に落外で一番大きなお寺があったらしいですわ。そこに高名なお坊さんがおったようで、不治の病にかかったもんや夜逃げしたもんを大勢世話しとったようです。それから数年後にどうやら流行り病がそこで見つかったようで、お寺の住人みんな土に埋められたらしいんですわ。実際あそこの土掘り起こしたら山ほど骨が出てくる。そんで通称ムクロガイって呼ばれるようになったんですわ。今じゃ無法者のたまり場です。アンさん、長いはせん方がええで。そろそろ見えてきましたで。手間かけさせたな。お帰りはどう？なんとかする。あんたは？へい。ここに何の用だ？有賀に置いてけや命は勘弁してやってもいい。俺は坂本龍馬だ。編笠の男に呼ばれてきた。そん男はわしの客ぜよ。なるほど、お前だったのか。いいぞ、兄弟も一緒ってことか。さあな。いいぞ。久しぶりぜよ、筆頭。一年前のわしとは人。行くでよら。
だな。
土佐抜けてから大勢切ってきたということだ。何の真似だ。今のあなたをこの目で確かめる人、一年ぶりに会う人間をそのまま竹地先生、ご無礼をお許しか。やっぱり兄弟も。ええ、ですが今の先生は例の新選組にしつこく。兄弟はどこにいる。この骸貝の一番奥で筆頭を案内しちゃもら。ええ、わしは。ふん。兄弟なのか。よう、見違えたな。ああ、伊蔵が試すような真似して悪かったな、龍馬。今京の町で人に会うのはえらく用心がいるんだ。いや、それより兄弟はいつ京に。何言ってんだ。お前が来るよりずっと前からだよ。もっと行け龍馬。お前今京にいるってことはまさか京だ。あれから土佐で何があった。まず言っておくが、俺は土佐を抜けたわけじゃない。格上げ。ああ、今の俺は土佐藩京都留守居役だ。白札格子から上司に。かあんたが上司に。全ては一年前、お前が土佐を抜け金の塔は生き残り、それを後ろ盾に俺は。何、それじゃ兄弟はおやっさんを殺した黒幕かもしれん。ああ、聞いてくれ龍馬。今重要なのは土佐だ。俺は日本全体を変えなきゃならねえと考えてる。つまり倒すべきは土佐藩よりもその幕府を倒す。ああ、それが俺とおやっさんが目指す。だから俺は土佐の老人たちに下ってまで。龍馬よ、これから時代を動かすには、いや、幕府を倒そうって勤皇の志士たちが日本各地から集まっている。彼らは帝を中心として倒幕勢力を増やそうと。それこそが勤皇なんだよ。兄弟は。ああ、だが俺だけじゃない。徳川300年の階級支配は衰え始めている。黒船の脅威が日本中の勤皇志士を振り立て。俺はな、龍馬、京に来て以来倒幕に向けた。おかげで幕府は。それでこんなとこにかく。まあな。だ俺は今もおやっさんを切った。あの時のあいつの剣さばきを、あの剣の達人だったおやっさんを切るほどの腕、それでたどり着いたのが天然理心流。天然理心流。江戸近くの司令官という道場でのみ伝承された理。そして今日、そ
その流派の人間のどこなんだ。新選組だ。新選組局長近藤勇が。新選組だと。それじゃあの近藤。いや、天然理心流の使い手、俺はその中に。なるほどな。だから俺はそいつを見つけ出すために、新選組の不徳。なんだと。龍馬、お前は何て言った。俺は新選組に入隊する。お前、自分が何言ってるか分かってんのか。もう決めたんだ。情報屋を使って調べられることは全部調べた。この先覆面の男を追うには他に手がない。ダメだ、危険すぎる。お前は俺と一緒にいるんだ、龍馬。今の俺の力ならお前が土佐に戻れるようにもできる。もうこれ以上親さんを殺した犯人を追う必要はない。復讐は忘れろ。それに新選組に入ったとしてどうやって覆面の男を特定する。顔もわからん、声もわからないんじゃどうしようもねえだろう。一度は命をやり取りした相手だ。そいつと生き死にかけて切り合ってみりゃわかるはずだ。何意地張ってるんだ龍馬。考え直せ。金の堂に戻って俺と一緒に親さんの志を引き継ぐんだ。親さんだってお前にそれを望んでるはずだ。親さんはお前に言ったはずだ、俺と一緒に土佐を変えてくれと。言いたいことはそれだけか、たけしさんよ。龍馬、どんな理由があろうと、俺は親さんを殺したかもしれねえ奴らと組む気はねえ。なんだと。あんたは目的のためなら誰とでも組んでどんな手でも使うってのか。龍馬、土佐を変えるにはまず幕府を倒さなきゃなんねんだ。一介の豪士がそれをやるには手段なんか選んじゃいられねえ。そんなこと土佐人のお前ならわかるだろう。そんな話してんじゃねえよ。死んだおやっさんに胸張って土佐変えるために頑張ってますって言えるのかって聞いてんだ。どうなんだ、答えろ。俺はおやっさんに胸割れるさ。何恥じることなく堂々とな。何だと。逆に聞くが、お前がしてることはそんなに誇らしいことなのか。龍馬、今さらおやっさんを殺した犯人を見つけ出したとして何になるんだ。そんなことをしておやっさんが喜ぶとでも思ってんのか。そんなことだと。ああそうだ、おやっさんはな、新しい時代を託すため俺たちを導いてきたんだ。自分が死んだ後の復讐のために俺たちを育てたわけじゃねえだろう。違うのか龍馬。意地になるな。俺らがすべきことはもっと他にあるはずだ。じゃあ忘れろっていうのか。あんたはおやっさんを殺した奴のことはもうどうでもいいっていうのかよ。俺だって忘れられるわけがないさ。だがもっと大事なことがあるというだけのことだ。今度会う時には兄弟って呼べないほどあんた遠くに行っちまってるかもしれないな。龍馬、俺はあんたみてえに人間が器用にできちゃいねえ。おやっさんが誰になぜ殺されたのかをどうしても知る必要があるんだ。それが分からない限り、ほら一歩も前に進めやしねえんだ。